サスケの憎悪は団蔵の意志を凌駕した。団蔵がいかに策を講じようとサスケは団蔵の上にあった。狂人は仇を捕らえ、ついにサスケの復讐は一端を成し得たのだった。激闘が終わり、再び静寂に包まれた戦場。しかしその静寂は見知った顔の出現によって終わる。サスケの視界に入ったもの、それはかつての第七班、サクラ、カカシ、そして渦巻きナルトの姿だった。思いを寄せる者との決別、愛すべき弟子を討つ覚悟、それぞれの思惑が交錯する中、サスケとナルトは一歩ずつ近づいていった。一人は己が望む深淵の道を行くため、一人は己が信ずる道、その答えを見出すため。絡まる道の先にあるものは、今ここに互いの意志が激突する。お前は木の葉は潰してやる、この俺の手で。戦闘開始。突き上がる、激闘に幕が降りてもなおサスケとナルトは対峙を続けた。睨み合う両者、
だがサスケを連れ戻すためマダラがその場に現れたことにより事態は収束へと向かい始めた。そこにつながりは見えない。それでもなおナルトはサスケを追うことを決意し、そしてサスケは伸ばされる手を打ち払うため新たな闇を手にすることを決意する。すでにその瞳に光はなく、いずれ訪れる退治の時に向けてサスケは再び歩き始めようとしていた。なんでだよ、なんでそんな風になっちまったんだよ、お前は。俺がどうなろうが、お前に何の関係がある。俺には俺の道がある。これがナルト、この威圧感は何だ。お前は一体何なんだ。友達だ。なんでだ、なんでそこまで俺に。俺にとっちゃやっとできたつながりなんだ。だから俺はお前を。これが最後の術になるだろう。キリン！雷鳴と共に散れ。全てはイタチが仕組んだ戦いだった。あいつはお前のことが何よりも心配だった。血の涙を流しながら、感情の一切を殺して里のために同胞を殺しまくった男が、どうしてもお前を殺せなかった。その意味がお前にわかるか。あいつにとってお前の命は。サスケ。許せサスケ、これで最後だ。体が冷える。そろそろ戻るぞ。俺もお前の憎しみ背負って一緒に死んでやる。どうした？何でもない。